皆さんこんにちは、無課金プロスペース研究家のフォルテです。今回は TS 第4弾で獲得おすすめ選手紹介していきたいと思います。単純にリーグリアタイ別での評価、そしてどんなユーザーだったら取るべきなのかっていうところですね、無課金向けっていうところで基本話をしていきますので、ガチャなら1500円エナジー、ランキングならば1000エナジーと、大変な労力をかける価値があるのかっていうところで取るべきかの解説まで、そして来年も登場しそうかっていうところを話をしていきますので、どうしても今じゃいけないのかっていうところも参考にしていただければなと思います。このチャンネルでは無課金初心者の方向けにプロスペで役立つお得情報を発信していますので、よければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。というわけで紹介していきます。というわけで選手紹介ね、一人ずつ紹介していこうと思います。目次のところで最後の方でまとめでね、リーグはこの選手がおすすめ、リアタイはこの選手がおすすめとか、そういうまとめは最後にしてるので、そこだけ確認したい方は目次で飛ばしちゃってください。各選手それぞれね、詳細を紹介していきます。で、獲得すべき A ランクの選手に関してはこちらのショート動画で1分以内でね、解説をしておりますので、今回は S を紹介するんですが、 A ランク確認したい方は概要欄のリンクからぜひともチェックしてみてください。というわけで紹介していきます。では工藤投手から紹介をしていきます。こちらリーグ評価8、リアタイ評価4という感じで、リアタイ的にはね、球種が弱いので微妙なんですが、リーグ的にはオール A といったところが強い点かと思います。ただ無課金的に言うと、デフォルトは制球型になっていますので、せっかくオール A なのにちょっと惜しいなというか、使い勝手が若干難しかったりするっていうパターンもあるかもしれません。なので基本的には課金のできる称号が決められる方ですね。この後来る TS ではなく、自チームの TS 狙い撃ち、そっちのガチャで A ランクとか確保しやすいんですけれど、そこでしっかり確保して称号が決められるという方であれば、リーグ上位の方ですね、が非常におすすめとなってくるかなと思います。なんで獲得すべきとしては、リーグの強化で、ソフトバンク純正の方、もしくは課金のできる12球団の方といった感じだと思います。で、来年登場するかに関しては、来るならば西武マージョンの方が少し可能性が高いのかなと思います。西武ソフトバンク、西武ソフトバンクという流れで来ていますので、来るならば西武っていう感じだと思います。続いてロッテ、小野投手ですね。リーグ評価5、リアタイ評価3っていう感じにしております。リアタイ的にはね、球種が使いづらい感じ方だと思いますので、微妙というふうにさせてもらってます。で、リーグ的にもデフォルトスタミナ型っていうところになっていますので、ここもやっぱ称号ができて、球威スタミナ同値が決められる方でないとやっぱおすすめではないのかなといった意見でございます。で、過去は19年登場していたっていう感じなので、来年は隔年っていう感じなのかな。ちょっと来ない可能性が高めなのかなと思ってます。続いて西武中島選手ですね。今回の目玉の一人かと思います。リーグ評価8、リアタイ評価9とさせてもらってます。取るべきとしてはやっぱり基本的にはリアタイ向きっていう感じで、リーグで言うと西武純正だったら取ってもいいのかなっていう感じかと思っています。純正最強決定戦に向けて補強したい方はぜひともね、限界突破もしやすいかと思いますので、おすすめ選手かと思います。リアタイ的にはバッティングはほとんどあんまり文句はないんですけれども、アーティスト降格なんで守備ですね、やっぱちょっと守備適性がちょっと低めなのが気になるところではありますので、ものすごい無理して取るほどなのかなって言われると、迷うとこかなっていう感じですね。所持エナジー次第かなと思います。で、中島選手16年19年と登場していますので、来年はちょっとなさそうかな。来年は西武の松井和夫選手が濃厚なんじゃないかと思っております。今年松井和夫選手が来るとしたら楽天バージョンですかね。ただセレクションとかでもたまに出てくるパターンもあったりするので、ちょっとわかりづらいんですが、2年後が、可能性がね、順当だと高いのかなと思っています。続いて、ウィーラー選手、リーグ評価8、リアタイ評価6とさせてもらってます。楽天純正の方であればっていう感じですね。12球団の方だと無理することではないのかなと思っております。とにかく補給ですね。いろんなとこ守れるんですが、補給が低すぎるので、結構エラー判定がね、リーグでも起きてしまうかなと思いますし、リアタイだとかなりね、ストレスになってしまうかなっていう印象なのと、プルヒッター現環境若干弱めな感じなので、その辺で評価を下げさせてもらってます。初登場っていうところで、来年以降も登場は、しやすい方ではあるとは思います。続きまして中田選手ですね。今回のおすすめ選手になっております。リーグ評価9、リアタイ評価8とさせてもらってます。ハム純正であればね、リーグリアタイともにおすすめしたい選手で、12球団で言うと、そこまで無理しなくてもいいのかなっていう感じですかね。ただ、称号をがっつり決められる方であれば、リーグで結構いい選手ではなってくるかとも思います。打撃もミートパワー AA が狙えますし、同値も狙えますし、レフト適正 B まで乗ったりするっていう感じで、守備もね、いい感じですので、非常に使いやすい選手かなと思っております。リアタイ的には、連発がちょっとっていう感じはしますけども、十分打ちやすい方ではあると思います。初登場というところで、来年以降も登場する可能性は、一応あるっていう感じですね。データが今のところないので、まだちょっと考えづらいかなっていうところです。続いてオリックス坂口選手です。リーグ評価、7かな ?8?7 かな ?7 リアタイ評価6とさせてもらってます。
まあ、リーグのオリックス純正だったら、まあ、取るかなっていうぐらいで、他の方は別に取る必要はないかなといった感じの能力になっております。まあ、ミート A っていうところと守備は B ギリギリにあるっていうところで、まあ、悪くないんですが、パワーの捨てが低いのと、まあ、優待的には低弾道っていうところもね含めて、まあ、微妙かなっていう感じですかね。まあ、16年以来の登場になっていますので、まあ、なかなか登場しないっていうところで、まあ、2年後以降の登場が、まあ、次は見込めるかなと思ってます。セリーグ行きましょう。巨人新岡選手ですね。まあ、ミパ同値っていうところはいい点かと思います。リーグ評価9、リアタイ評価7ですね。まあ、同値なのはコンボに絡みやすいっていうところはいいんですが、守備がね C っていうところが、まあ、適性が低めなのが少し気になるかなといった感じ。せっかく広角打法持ってるのにちょっともったいないかなっていう感じはしますので、まあ、巨人純正の、まあ、リーグ上位に行ってる方だったらですかね、まあ、坂本選手持ってるとどうしてもねショートはちょっと、まあ、固定化してくるので、そういう方は獲得っていうぐらいですかね。12球団の方だとね、AA 同士だと取るべきですけど、まあ、そこまでではないかなと思っております。で、16年、18年過去登場していますので、まあ、次はまた2年後っぽい感じですね。続きまして、阪神の矢野選手です。こちらリーグ評価8、リアタイ評価6とさせてもらってます。まあ、ミート A、まあ、パワーもね、B 乗ってるっていうところで、まあ、バッティングのいい捕手っていうところで、まあ、単純に能力はいいんですけど、まあ、阪神純正だと梅野選手がいるので、まあ、そこいるのにわざわざ頑張って取るっていうところを考えると、まあ、かなりね上位勢の方でどうしてもまあミート A が欲しいみたいな感じで、まあ、ベンチ枠で使うっていう感じなんですかね。まあ、梅野選手がいなければぜひとも補強したいところかなといったイメージです。まあ、リアタイ的には中弾道、まあ、あと盗塁阻止能力もまあ低めっていうところで、まあ、おすすめではないかなと思っております。もう今すぐリーグにもう命かけて補強しなきゃっていう方以外は取る必要はないかなと思ってます。まあ、過去16、17、19、20で今回21と結構頻繁出てますので、まあ、来年も登場する可能性高めと考えていいとは思っています。続いて関川選手、リーグ評価7、リアタイ評価5とさせてもらってます。まあ、ミートが A っていうところはいいんですが、パワーの捨てが低いのと、まあ、守備適性が B に乗ってない特殊が必要になってくるっていうところですね。リアタイ的には低弾道っていうところがあるので、やっぱ大島選手がどうしても被ってしまうんで、大島選手持ってるならば正直、まあ、取る必要は純正でもねないのかなと思ってしまう選手かと思っています。で、過去は16年に登場したばかりなので、次もまあ2年後以降の登場が見込めるかなと思っています。続いて村方選手ですね。今回の目玉の一人になってます。リーグ評価9、リアタイ評価9とさせてもらっています。まあ、ミッパ AA に乗ってるっていうところと、まあ、どっちもね、一応狙えたりとかしますが、まあ、補給がね、ほんと補給だけなんですよね。補給以外はめちゃくちゃいい。パワーヒー広角存在感。非常にね、発動しやすい特能で、内容もいいので。惜しいなっていうね選手の一人かなっていうところなんで、まあ、純正の方はぜひともね獲得おすすめになってくると思うんですが、まあ、12球団の方だと、まあ、今すぐ補強がしたくて極みにできるよとかね、そういった方だったらまあいいのかなっていう感じですかね。せっかく1000以上ねエナジーを使うのであれば、やっぱりそういう守備はしっかり守れる選手ではないともったいないかなと個人的には思ってしまいます。で、過去は16、19、20とね、登場していまして、まあ、頻繁に出てるので、まあ、来年も一応可能性はありますし、まあ、なんなら巨人とかもね、出る可能性はあるかなと個人的に思ったりもしています。続いて、広島、今村投手。こちら、リーグ評価8、リエタイ評価6とさせてもらってます。リーグ的には9位型、9位 A っていうところは、まずいいところなんですが、球種的にはちょっとリエタイ向きではないという感じですね。まあ、悪くないんですけど、変化量がちょっと全部小さい感じなんで、まあ、タイピンチ20丸があるとはいえ、正直今使いづらくなってくるのかなといった印象です。まあ、大会の初見の、まあ、タイピンチ発動だったらギリギリっていう感じですかね。なので、まあ、広島純正のリーグ補強をしたい方以外は特にね無理して取る必要ないのかなと思っています。まあ、初登場なんで、まあ、来年以降出るかわからないんですが、まあ、一応出るかもしれないといった感じですかね。最後、石井投手ですね。こちらリーグ評価8、リアタイ評価5とさせてもらってます。まあ、9位型 QEA でね変化球も B 級以上の球種が2つあるっていうのはコンボ的にいいんですけれど、まあ、球種が少ないっていうところでね、リアタイ的にはせっかく球が速いんですが、正直使いづらい選手かなと思っています。なので、まあ、ヤクルト純正リーグ補強をしたい方以外は特にね無理して獲得する必要はないと思っています。で、過去は16、17、19と OB で登場していまして、今年から TS ね扱いといった感じになってまして、まあ、頻繁出てるので来年以降もね登場可能性はやや高めの方かなとは思っています。というわけでまとめといたしまして、リーグ的に獲得おすすめなのが村田選手、中田選手。で、中田選手に関しては称号が決められる方っていう感じですね。で、あとは人によっては新岡選手っていう感じだと思います。で、リアタイ的にはまあ中島選手もしくは村田選手っていう感じですね。まあ、ショートがどうしてもいなければ中島選手ね、代打のいらないショートが欲しい方っていう感じで、まあ、村田選手ね DH とか代打枠でいいから使いたいっていう感じであればまあいいのかなといった感じでございます。
一応9月の8日からかな、シリーズ2の選手がね、スピード3800の選手が登場してくるっていうところで、まあ、だんだんその時期が近づいてくるっていうところがあるので、まあ、そのスピードの価値も考えながら補強していただければいいと思います。基本的には純正の方が、まあ、補強っていう感じですね。4段と5段が特にまあ純正向けなのかなといった印象をしております。今取らなきゃいけない理由として、まあ、来年以降も登場しやすいかっていうところもね話したので、そこも参考にしていただければなと思います。個人的には、まあ、中島選手か、まあ、中田選手あたりがね、限界突破が進みやすいので、そういった面で、まあ、ゲントツコーチは基本的に、まあ、使うほどではないかなといったふうに個人的には思っているので、使わないっていう流れで補強ができたらいいかなっていうふうに思ったりしています。ランキング走る予定は僕はありません。で、ランキングかガチャかっていうところで、まあ、ボーダー予想の動画とかで触れたりもしております。まあ、1分以内で話したりしているので、よかったらこちらも確認してみてください。で、獲得を進めない A ランクに関してもこっちの動画で紹介をしています。よかったらどうぞ。はい、では S ラン契約書引いて今回も終わろうと思います。で、完全にまあプロって関係ないんですけど、まあ、替え歌動画出すときにね、その歌の取り方とか、ちょっと野球部の後輩が YouTube で動画歌ってみたの動画出してましたね。結構上手くてね、教わったので、はい、よかったら概要欄からチェックしてみてください。ガチ馬です。さあ行きましょう。誰が来るんでしょうか。久々に当たりが欲しいな。おお、中村晃選手、うん、見当確か進みやすかった気がする。ありがとうございます。はい、では以上になりますかね。無課金初心者の方向けにプロスピで役立つお得情報を発信しておりますので、よければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。あとツイッターでは YouTube で話してない最新情報、補足のツイートとかもしておりますので、よければそちらもフォローしていただけると嬉しいです。というわけで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。